自分の墓に向かっています。左側に見えるのは長島スパーランドです。でも今日雨降るって言ってなかったんで多分大丈夫だと思います。 Let's go。 私は普段名古屋市に住んでいて、まあそこまで都会じゃないかもしれないけど結構都会な暮らしをしているので、こういう山にこう雲がかかったとかね、こういう田舎のようなこういう風景で美しいものを見ると心癒されます。ちょっとね鈴鹿のねパーキングエリアに寄ります。やっぱりあの鈴鹿っていうと鈴鹿サーキットとかあるんで、やっぱりそのバイクとか車とか結構飾ってあってめちゃめちゃかっこよかったです。あとレーサーの服も飾ってありました、販売してたり。かっこいい、すっごい綺麗で、すっごい繊細。お店の外にプチマルくんとかマママルさんとかなんかあって、すごい可愛かったです。ここはお店の中です。サービスエリアの中ですね。でこれがさっき言ってたそのレーサーの服とか、なんかそのレーサーのグッズとか売ってるのが右斜め前ですね。結構あのサービスエリアってそのご当地のものが売ってるんですけど、いやーなんかこれかっこよくないですか。あと地龍の大和巻も映っていましたね。いやーかっこよくないですか。めちゃめちゃかっこいい。こんな近くで見たの初めてです。鈴鹿サーキットのこういうキーホルダー系かな、こういうステッカーかな、こういうグッズも売ってますね。やっぱレースなのでこうゴールのこの旗みたいなやつありますね。このレーサーのショップのところ入ってみました。鈴鹿のサービスエリアは上りも下りも面しているので、私たちは大阪方面の方に出ています。タコ棒とチーズ棒です。鈴鹿に着きました。鈴鹿ってね結構茶畑あるんですけど、こうなんか風車みたいなやつもね茶畑にちょっと関係してるんだと思うんですけど、たくさんあります。であの鈴鹿はあの茶摘み体験もねできますよね。結構茶畑すっごいたくさんあります。風車なんかあのお茶畑の風車が光っています。太陽の光が当たってなんか光ってるけど、なんでこんな風に光るのかがよくわかんないけど、風車が光ってます。近くはこんな感じです。お茶畑に風車がなんかついていて回ってブルンブルン。この前結構枯れていて、あの霊媒師さんと神主さんがあの新しいのを植えてくださいました。にょんちっちゃいね。ちょっと見づらいんだけどこれです。なんかちょっと目みたいなのついてるね。まだなんかみんなのが大きいんだけど新参者みたいになってます。ちびすけ
こちら花水木のレッドジャイアント、赤いお花のやつです。で、私の以前のお墓の木が、これ折れてる、折れてます。で、これが私の名前でしょ。で、これだよね。これ折れとるしな。これどうしたの。これ五輪中だよ。あら、でも新しく植えてもらったから大丈夫か。身代わりになってくれたんかな。そしてこちらに場所移動をしています。なんか前はあっちだったんだけど、あっちは結構なんか風がまともに来る感じで、ちょっとなんか良くないのかな。こちらに移動しています。にゃーん。前の五輪中した木をここに乗せて、自分の爪もここに入れました。これは私の第二のお墓。これは私のお墓です。なんか新参者みたいになっちゃってるけど、まあね。で、前の木、私の身代わりになったのかな。その木もここにいます。これも私だから。大きくなあれ、大きくなあれ。前のこの五輪中しちゃった、この私の身代わりになったかもしれないこの木は、ここに名札とともに生き続けます。ありがとう。手を洗いに行きます。あれ、前は竜から出てたと思うんだけど、水が隣に蛇口がついてるので別で洗います。お参りに行きます。私はね、鳥居をくぐるときは必ずお辞儀をするようにしています。この霊媒師さんに紹介してもらったここの宮司さんが、もうお年を召されたのか、もう3月いっぱいで辞められるっていうことでね、ここに行ったのは3月までの間に行ったんですけど、何か縁があるなと思って、その間にまたね、花水木も新しいものに変えていただいたっていうことが本当にありがたく、次の宮司さんはちょっと大きなところのね、椿大社のところがなんか持っていただけるそうなんですけど、このまま花水木が生き続けるのでありがたいなと思っています。いつもね、お賽銭やるときね、この矢印みたいになってるこの左側のね、穴からお金を入れるんですけど、ちょっとね、手をね、ぶつけちゃったんですよ。いつもね、狭いんですよね、ここね。春の準備をしていますね。早く春来んかな。寒いよ。知っている宮司さんがもう3月で辞められるっていうことで、最後にいっぱい何点植えたんかな。何点がね、あちらこちらに植わっています。こう頑張った証かな。何点がね、あちらこちらにあります。これも何点、何点がね、いっぱい割っています。帰ります。
日本一たい焼き、どういう意味で営業中入りまーす。たい焼き食べよう。ちょマジ寒い。たい焼き食べに入りまーす。なんだろうこの店。ちょっと入ります。注文奥のレジで。はーい、何しようかな、何がいいかな。これってチェーン店なんだ。あ、日本一たい焼き。なんか変なおさんついてます。が美味しい。なんか復活みたいな書いてあったけど、コーヒー入りミルクコーヒー、ミルクコーヒー飲んだことないと思うけど。名古屋に帰ってきました。やばい、すっかり夜になっちゃった。安心すんな。